神戸電鉄6500系電車は2016年に登場した神戸電鉄の通勤系電車。本記事では編成単位で表記する必要がある場合は、有馬、三田、青アの先頭車の車番を代表し、6511編成のように表記する。既存車両の線系列の代替として2015年6月9日に導入を発表。 2016年5月21日より営業運転を開始した。製造は川崎重工業で2010年の6000系以来の導入となる。外観は6000系を踏襲し、ステンレス車体で片側3扉とした。構えからだと大枠はステンレスであるが、先頭車の前頭部は普通校を使用している。編成定員は354名。 うち座席定員は117名である。座席に大型袖仕切りを採用し、急ブレーキや衝突時の乗客の保護を高めている。座席間の仕切り板には、スタンションポールが新設され、高齢者の座席からの立ち上がりの負担軽減などが配慮されている。吊り革は、従来の高、低の2段に加え、さらに低い段を追加した3段階で設置された。主幹制御機は、 従来の通ハンドル式を採用、ワンマン運転を考慮した機器配置となっている。台車は従来車と同様、軸量式でダイレクトマウント構造の空気バネ方式とし、駆動方式は w n 継次手によるカルダン駆動方式を採用した。制御装置は、シック適用のモスフェット阻止による2レベル、VVVF インバータ制御装置の採用で、省エネルギーを測り、 1C4M 方式のユニットを両線当社に搭載する。主電動機は、定格出力1 4 0ットの全、密閉カゴ形3小誘導電動機を採用、高効率化による電力損失の低減や低騒音化、保守性の向上が図られた。車内案内表示器は、扉上に治療あたり3箇所を千鳥配置、親会社である。 半球新線形などで採用されている32インチハーフサイズの大型ディスプレイの採用により視認性の向上を図っている。停車駅や扉の開く方向の案内のほか、駅間では2画面に分割して旅客案内と映像の再生を行う。インバウンド対応として日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語で表記される。車内等は、 色温度5000キルビンの LED 灯を採用、全消灯も LED 灯を採用して、視認性向上と長寿命化を図った。また、標識灯や、景気灯など、他の照明設備についても LED 灯としている。これらの環境面が配慮された、機器類の採用によって、消費電力は抵抗制御の線形と比べ、約60%低減された。MCTMC MC の三両編成で、 MC 社は6500系、T 社が6600系である。6500型に VVVF インバータ、電動空気圧縮機が6600型には静止系インバータが搭載されている。パンタグラフは電動車の連結部寄りに付けられている。6501-2017年2月10日、スズラン大駅6601-2017年2月10日、 スズラン大駅6 5 0百に2017年2月10日、スズラン大駅2020年4月1日現在の編成。ありがとうございます。